皆さんこんにちは、個別指導塾教成塾長の小林です。中橋です。はい、今日のテーマは初学者の方に人気かつ参考書自体はめちゃめちゃ良著なんだけれどもちょっとルートに入れにくいよねっていう参考書を紹介したいと思います。はい、良著って言ってる通り、しかも人気って言ってる通りいい本だし、使えるなら全然使ってほしいんですけど、僕らが動画の中でこうやってやるといいよっていう、ルート、にはちょっとこうしにくいって感じです ね、 そうですね。だから個別の生徒さんが目の前にいらっしゃった時にその子の話をして、その子と話をして、じゃあこれがいいよってお勧めすることは全然あります。はい、しいい本だということは僕らも認めてます。だからダメな本は基本出てこないです。そうそうそう、はい、だから皆さんに合うならぜひ使ってほしいんだけど、その僕らがルートとかなんとか東大ルートとかってやると、その順番的にやりにくい理由が一個一個あるんですよ。だからその話も含めてそのね参考書を紹介したいと思います。はい、だからつまりルートには入れてないんだけどいい本だよねって思ってもらえればいいです。はい、じゃあですね、まず英語からいきたいと思うんですが、まず1冊目が、応用の英文法ですね。これはルート入れにくいんですよ。そう、入れにくいですよ。基本的に、なんて言うんだろう、参考書として非常に簡単かつ、分かりやすい解説っていう風になってるんですけれども、ちょっとそのなんて言うんだろう、このレベルでここだけやったとしても少しちょっと器用貧乏になりやすいというか、なんかその発展性にそう結局なんかかぶせなきゃいけないというか、そう、ね、もう一冊結局やんなきゃいけないっていう風になってしまいがちなので、そう、ね、その省けるなら省いた方がいいっていう風になっちゃうことが多いのかなと思うんですよね。はい、応用先生をやって、例えばじゃあポラリ成文法の1をやればその過不足なくなのかっていうとそんなことないんですね。そうなると例えば結局応用先生の本をやって、で結局例えばステリンサプリを見るとかね、英文法のやつ、肘先生か関先生の文法のやつを見て、でじゃあ問題集としてじゃあポラリスやるなり他のソリューションやるなりってことが必要になってきちゃうので、であれば最初から映像を見ればよくないとか、でただ一方で有効な方としては中学生が、ね、高校レベルをめっちゃ先取りしたいよってことかもいるじゃないですか。そういうことか、あとはもうね高3で追い込まれててマジで時間ないからもう一定期間内に最低限もう英文法どげんかせんとあかん的な、ね、そういう子には有効なんですよ。ただルートにしちゃうと結構どっちも極端な例なんで、そう入れにくいって話ですね。そうですね、どちらかというと、真ん中行く方がやりづらいというか、そうちょっとその、上にも下にもちょっと外れた方がやりやすいみたいな参考書が多いかなと思います、今回の話。そうね、だから本当先取りのね中学生とか例えば高1で何したらいいかよく分かんないけど、とりあえずまず一冊やってみようかという子には全然いいんですけどね。そうですね、はい、じゃあ次なんですけれども、新英文法大全ですね。はい、これねめちゃくちゃいいんですよ。もう超お気に入りなんですけど、僕もただやっぱりそのじゃああれを全部読み切るのかみたいな観点で言うと、やっぱ全員にやれとは言いづらいですよね。ルートではないんだよね。ルートではない、そうお守り。そうだから基本はむしろなんなら持ってていい人の方が多いんですよ。あと持ってて調べてほしい。そうそう、ただじゃあこれをやりましょうっていうとあれ全部読まなきゃになっちゃうじゃないですか。そうですね、それは言いづらいっていう感じかなと思いますね。まあ、読んではいけないというわけではないんだけれども、主々ね時間なかったりすると思うので、基本的には僕の中では、そのやっぱスタディサプリ見るとかポラリスしっかりやって、でそれで、さらに問題を深めていったりとか、なんなら構文とかいろんなところで文法出てくるんで、その時に、英文法大全見てで復習してましたと、だから結局3年間英語やった結果、なんか結局全部読んでたよねみたいな感じが望ましいっていうところですね。じゃあ4月から頑張るぞとか言って、じゃあ1日5ページとか言ってやっていくものではないかな。そうだからルートの中の1個として入れるのは難しくて、ね、下にバーでずーっと使うみたいな感じで入れときたいって感じですね。ただ本当に英語好きな子とか、その私立3科目型で英語を本気でやりたい子っていうのが、そのもう普通の勉強とは別でね、じゃあ1日30分英文法大全読もうっていうのは全然僕はいいと思いますよ。ただそのいわゆる僕らが出すようなルートには入れにくいっていう意味ですね。もちろん良著です。はい、じゃあ、次3冊目なんですけれども、肘先生の読解のための英文法ですね。そうですね、はい、でこれももちろんいい本であることは重々理解をしているんですけれども、読解のための英文法なんで、その英文法ではないんですよ、読解ではないんですよ、でかといってじゃあもう解釈だけなのっていうと、いやそうじゃなくて読解とか英文法の要素も入ってるよって感じなので、これですね、だからもう肘先生で行くぞって決めた人はもういいです、使ってほしいですとか、その英文法はちょっとまだまだなんだけども、でもそろそろちょっと解釈とか読解も入っていかないと間に合わないよって子いるじゃないですか、そういう子にもいいです、はい、だからそういう子には合ってるしおすすめするんですけど、ルートだと僕らやっぱりカチッカチッってできるじゃないですか、とにかく単語塾があったらもうこれこれってやって、
文法ならこれってやって解釈やってみたいな、うん、あ公文解釈やって、読解とかってやっていくんで結構僕ら切り刻んじゃうんですよねジャンルを。なのでその僕ら の、やり方に合ってないっていう合ってないというか、こう入れにくいってだけで本としてはとてもいいし、それこそ肘井先生 の、 単語帳をやってスタディサプリやって、まあ、単語帳は何でもいいか、でもねスタディサプリ肘井先生の見てでソリューションのね問題解いて英文法の、うん、で例えばこれ読解の文法入っていってで解釈でとかってやっていくとすごくスムーズだし、そのいい感じにこう話がいい意味でね重複して復習にもなりつつってことができるってことはもう分かってるんで本としてはめちゃくちゃいいです、はい、ただその僕らがこう切り刻んでやってるやり方なんでちょっと入れにくかったかなっていうところですね、うん、おすすめしてる YouTuber の方も多いじゃないですか、いい本出ることはまず間違いないですね、はい、では、次の参考書いきたいと思うんですが、ポレポレですね。はい、そうね、ポレポレが領著であることはもういいでしょ、言わなくて、まあ、言わなくていいと思いますいいんですよ。でなぜルートに入れにくいのかというと、うん、対象者が限定されすぎてるってこれだけです、ね、そうなんですよ、うんうん、やっぱりもうこの難しいレベルの読解をやらなければいけないのは、うん、東大受験生の一部の子、うん、プラス京大受験生ぐらいなんですよね、うんまあ、厳密に言えばちょっとこう細かいところで上がる大学はあるんだけど、まあ、概ねもうここしかないんですよ、うん、ってなると僕らが紹介するルートっていう時に、うんまあ入んないよね、そうスタンダードのルートには、まあ、そう、うん、でじゃあ東大とか京大ならやっていいんですかって言われたら別にいいんですが、そうこれ別に基礎から何か力を上げてくれる本じゃなくて力を持ってる子がその存分に力を発揮できるようなそのサポートをしてくれる本なんですよ、うん、もちろん理解も深めてくれるし素晴らしい本であることは間違いないんだけど、結局多くの方が参考書学習をしていくってことは参考書学習においてはまあ例えばレベルで言ったらね、例えば5レベルから8レベルに上げてくれるとか、うん、6レベルから10レベルに上げてくれるとかそういうものを望んでるじゃないですか、うん、そうなるとある程度そのレベルの幅がある教材を僕ら進めがちなので、うん、そうするとやっぱりクラシックとか、まあ、他のね教材がまあいいんじゃないのってことになりやすい、うん、そうですね、なのでうちの塾内の実はその、まあ、僕らは塾内だとルートではなくてフローって呼んでるんですけど、うん、そうするとオプションの教材もあるんですね、うんうん、そのガチガチに僕らうちは固めてないんで、そうすると教材の子とかのオプションにポレポレとかは入ってるんです実は。そうですね、使ってるわけじゃないです実は、はい、なのでまあどちらかというとその過去問と並行するときに何か組み合わせの中の一つの選択肢っていう感じであって、どちらかというとルートってそこまでの流れとして何をするかっていうところになるので、そうレベルだとどうしても入ってきづらいっていうところなのかなと思います。そうですね、はい、じゃあ次、数学に行かせていただきたいと思うんですが、まず1冊目が優しい高校数学ですね。でこの参考書は、まあ、非常に、まあ、そのターゲットが絞られてるっていう意味ではうちには向いてないというかルートには向いてない参考書であって、まあ、うちが作っているルートっていうのは基本的に大学受験に向けたものなわけなんですよね。ただこの参考書のターゲットっていうのは明確に高校受験で、あ、高校受験じゃない、高校の定期テストで、まあ点数を取りたい関係っていう感じなんですよね。はい、なのでそのやっぱり大学受験を意識した時に少し乱暴な解説というか、いやここはちゃんと理解させた方がいいだろうかっていう風になるところがすごく多いんですね、うん、でただ、高校の単純に定期テストをクリアしたいっていう意味だとこんなの理解せずに覚えた方が早いっていうのはめちゃくちゃあるじゃないですか、うん、だからそういうところのバランスの中で明らかに高校の定期テスト向きだと思います、はいはい、だからその大学受験で難関大学を目指したいとか一定以上の大学を目指したいっていう風になった時に最初の参考書としてこれをやってしまってもあんまりちょっと成功確率が高くないかなっていうところで入りづらいかなというところですね。はい、はい、じゃあ次2つ目なんですけれども、ちょっといきなり参考書じゃねえじゃないかという話なんですが、うん、スタディサプリですね。スタサプの数学です。でそのまあこれはどちらかというと僕のポリシーに近いんですけれども、数学ってやっぱりその授業を受けないと理解できないっていう状態を維持し続けるとやっぱり学習のペースってどんどん遅くなってしまうと思うんですよね。っていうのはどうしても授業って基礎的から標準的なところまでしか基本的に授業って用意されていなくて、その超難関大学向けの包括された授業っていうのは基本的に存在しないと思っているんですよ。で、まあ、予備校によってあったりするんだけれども動画化はされてなくてスムーズにできなかったりだとか1年かけないとやれなかったりだとか、うん、あとはそのまあその完璧に網羅されているわけではなくて、まあ割と歯抜けにそのここはできるようになってここはできるようになってないっていうのを自分でどちらにせよ参考書で管理しながら授業を併用していくっていうことの方が多いと思うんですね。でそういう意味だとそのスタディサプリみたいな講義をとにかく初学の時に最初に簡単なところだけ用いてやろうっていう風になってしまうと、うん、結局その後授業がないとできないってなって困ってしまうっていう生徒さんがすごく多発すると思っていて、うんうん、一部分一部分でどうしてもここがわからないからこの授業を受けるって
っていう意味で言うと分かりやすいし、すごくお勧めできるポイントもあるんですけれども、みんながみんな最初からルートに入ってて、みんながこれをやるべきだよっていうのは正直言いづらいかなと思いますね、うん、そうね、はい、だから、まあ、やってもらう、先取りのことからとやってもらって、うん、やっぱよく分かんないときに、じゃあ、まあ、例えばね、数列だけちょっと見てみようかとか、うん、まあ、そういう使い方が、まあ、ベストなのかなって思いますね。そうですね。なのでちょっとその自分に合ったものだけやるとかであればいいと思うんですけど、うん、ちょっと全部が全部スタディーサプリでやるみたいなのは少し難しいんじゃないかなと思ってます。そうね、生徒選ぶかもしれないですね、うん、だから逆に言うと見てできちゃう子とかは見ちゃうのもありですね。まあ、そうです、見てめちゃくちゃ先までできるようになる子もいるんで、うん、まあ、そういう子だったらいいんですけど、なので結局ご自身で判断してもらうのが難しいんですよね、実は。そうそう、だからルートにしにくいのよ。そうだから結局こっちで判断させてもらえるなら使ってあげられるんだけれども、そのもうスタディサプリでいいやって考えをやめてしまうと、もうそれだけでいいやって思って言い込んでしまうと、それはちょっとうまくいかないんじゃないになっちゃうんですよね。そうね、はい、うん、だから僕自身も受験始めた時に最初東進で、うん、そうそうそう、高校対応数学 1A2B っていうのを受けて、うん、よかったですもん、まあ、正直、まあちょっとたるいなって部分もありましたけど、一応一通りやったんで、あ、微積ってこうやるのかとかも、まあ文系の微積ですけどね、うん、その当時はね勉強になったんで、ただやっぱ人選ぶっすよね、うん、じゃあみんなそれをねのんびり見てればいいかって絶対違うんで、僕ものすごいスピードで見たから、うん、そう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 っていうのはありますね、うん、僕はちなみに当時で全然数学できないので、いきなり数学ぐんぐん進められて数学ぐんぐんしか見なくてで、いやこんなの分かんねえと思って参考書に行って成功した派なんで、いやそりゃそうよ、いきなり初手ぐんぐんはおかしい、そう、はい、センター数学30点みたいなのにぐんぐん渡して来られてしまったので、はい、はい、じゃあ次なんですけれども、まあ、白チャートですね、はい、はい、まあ、これは本当に生徒さんによっては白チャートがベストっていうことはあると思います、あります、はい、でただやっぱりあのレベルで分厚い参考書をあそこに挟み込むっていうのは、やっぱり今後の流れを考えたときにみんなにお勧めはできないと思うんですよね。やっぱりキチャートだと、正直キチャートのある一定のレベルまでできたら難関大学でも合格できる大学ってあるよねっていうのは言ってあげられると思うんですよ。でただ白チャートの場合やっぱそういうレベルではないんですよね。でただチャートの場合やっぱり重いんで、うんうん、白チャートで終わる子っていうのは出てきてしまうんですよ。まあそうだね、うん、っていうのを考えると、やっぱこのレベルは早く飛ばしてせめてキチャートをやりたいとかっていうふうに僕らの考えとしてやっぱなってしまいがちかなと思うんですよね。そうですね、うん、でもちろん例えば極論を言うと中学2年生で例えば数学1位始められますぐらいハイペースだったら、もしかしたら白チャートがベストになるっていうことはあるかもしれないですね、はい、であとはまあその大学目指す大学のレベルで白チャートでいいんだよっていう生徒さんにはやっぱお勧めできると思います。う、ね、多分うちの多分、はい、生徒さん像というか、うん、イメージしてるその生徒さん像というのがちょっとね使いにくいというだけだと思います。はい、はい、じゃあ次なんですけれども、はい、体系数学ですね、はい、はい、まあ、これはですね理由明確で、体系数学でやってることって体系数学でしかやれないんですよ、その後、うん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 、基本的に体系数学ってすごくその分野の組み方とかが独特な部分っていうのがあって、だから体系数学、そう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 、うん、でそうすると中学生から体系数学始めて一回高3の内容まで体系数学でやりきろうみたいな考え方になっちゃうんですよね、うん、なので当然ルートには入れづらいです、うん、まあそうだよね、うん、ただ別にこれは悪いわけではなくて、体系数学でやる子は体系数学で行った方がいいんですよ、本格的に。ただもちろんそうなると途中で突っかかった時にじゃあどうするのかっていう風になるとすごく難しいところが出てきてしまうので、うん、やっぱり万人にお勧めできるルートではないと思いますね。そうね、はい、はい、じゃあ、数学最後なんですけれども、まあ、ちょっと領調っていうのはちょっと怪しいんですけど、はい、まあ、一問一答ですね、答申で。まあ、領調っていうか、まあ、う、まあ、情報が載ってるって感じだからね、別にいい悪いの話じゃない、ね、そうそうそう、いい悪いじゃないと思うんですよ、うん、で結局その、まあ、数学の一問一答みたいなのって、まあ、否定されることはすごく多いと思うんですよ。なんかいや数学なんだから一問一答なんてやったって意味ないだろうみたいな、まあ、やっぱどうしてもやっぱ社会とかのねイメージがあるからね、そうそうそう、僕ら。ただじゃあ絶対的に無駄なのかって言われると実は逆にそうじゃないと思ってて、まあ、特に文系とかね、そうそうそう、うん、なんかやっぱある程度、まあ、そのさっきのよく優しい高校数学じゃないですけど、やっぱり、なんかそういうのやんなきゃいけない子っていうのはいると思うんですよね、はいはいはい、うん、だからその意外とそういうのを手に取って勉強されてる生徒さんっていうのはいらっしゃると思うし、うん、それ自体を否定するわけじゃないんだけれども、じゃあルートに入れたい参考書かって言われるとやっぱそれは違うわけであって、そうだね、うん、やっぱりその避けられるのは避けた方がいい参考書だと思うんですよ、うん、飛ばせるのは飛ばした方がいい参考書だと思うので、そうだ、ね、ルートには入らないかなっていうところですね。そうですね、はい、でもそれよりね僕もね自分の記憶が今蘇ってきて、うん、なんかの参考書 の冒頭と終わりにの何でも表紙の裏っていうのにひたすら公式が書いてあったりするじゃないですか、うん、数学の教材って僕本当に高3の冬休みですよ、あれコピーしてあれ覚えてましたね高3の冬休みに、うんうん、なんでかというとなんか
どうするのか覚えられなくてね、なんかね、うん、こうなんか間違えるんですよ、加法定理とか、うん、でああいうので覚えて最後加法定理とかやってましたね。そうですね、なんかでもそれ僕も気持ちが分かる部分あって、そうなんか大体なんか河合塾とかのその共通テスト系の問題集とか買うと寸大とかなんか冊子がついてくるんですよ、はい、あの公式集みたいな、はい、そう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 、でそういうのは僕普通に共通テスト休み時間に問題してます、うん、なんか全体を復習する頭を活性化させるのに結構役立ったりするんですよね。 なのでまあそういう意味では使うんですけど、そう、ね、1対1って結構、ね、分にあるんで、ね、ちょっとお勧めできないかなと思います、はいはい、あ1問1答ですね、1問1答です、ごめんなさい、はいはい、じゃあ、最後に国語1冊紹介させていただこうと思いますが、はい、まあ、国語は1個だけで、はい、まあ、アクセスですね、うん、はい、アクセスはあの基本的に、まあ、いい本なんですよ、うん、よくまとまってて解説も分かりやすいし、個人的にはあのなんかみんなやれる時間があるんだったらぜひやってほしいなってぐらいの本なんですけど、うん、やっぱルートっていうよりも結局今の国語の入試状況っていうのをちょっと踏まえてほしくて、結局今って多くの方があのもう共通テストだけで現代文を使うか、まあ、二次試験でも現代文を使うかなんですよ、うん、二次試験で現代文を使う方の場合、まあ、私立文系とかだと基本的にマーク中心で、国公立だったりするとまあ記述、まあ、特に国立の上位校だとゴリゴリ記述みたいな感じになってくるんですよね。でその時にこれどこに対応するって話なんですよ、アクセスって、うん、だから基本的な読解力を身につけようっていうのであれば、まあ、ちょっと基本編だけでも、まあ、12題ぐらいあるんですけど、まあ、例えばもうちょっとこうしっかりやり込むっていう意味では基礎問題成功もありかなって思うし、まあ、正直じゃあこれで強手対策になるかっていうと今もう全然違っちゃってるんで、強手が、うんうん、対策にはなってない、うん、じゃあ例えばじゃあマーチとかになってるかっていうと記述も入ってるんで、これ基本編でも記述とかあるんで、そしたらそっちにもっと寄せた問題の方がいいだろうなっていうのもあったりとかして、だからどこの対象の子に使ってもらうかっていうのが難しいって感じです。ただ例えば基礎問題成功やったんだけどまだ時間的余裕もあるし、もう一冊ちょっとねこう地固めでやりたいとかだったら全然ありだし、教材としては決してね悪いものではないんですよ。そう、ただやっぱルートに入れるってなると、まあ、若干入れにくいかなと、まあ、ただ今日出てきたものの中では、まあ、基礎問題成功の代わりみたいなことができるんで、まあ、極論ね基礎問題成功がもう絶版になって売られませんってなったら、じゃあまあアクセス基本編やってもらおうかにはなるってくるんですね。なので今日の中では一番こうルートには入りやすい一冊かもしれません。はい、以上です。はい、というわけで、まあ、今回は少しその、まあ、初学者に人気な参考書なんだけれども、まあ、ルートに入りにくい参考書というのを紹介させていただきました。はい、はい、まあ、実際ね当塾ではあの、まあ、フローね、塾内ではフローという言葉で、うん、あの一人一人の生徒さんに合わせたものを提供しています、はい、そもそもルートも一本道じゃなくて途中の学力診断テストみたいなので、うん、じゃあ分岐するんですね、うん、だからもうとんでもない種類が多いんですよ、うん、でかつその過去問とかに入っていくときに今度オプションっていうのもあって、はい、こういう状況になったらこれも足そうとか、うん、復習でこれやった方がいいとかっていうのもあるので、まあ、ほぼオーダーメイドなんですよね。なので、まあ、そういったそのマニュアルというかベースはありつつも一人一人に合わせた指導っていうのを受けたい方はぜひ、ね、個別指導塾、個別指導塾キャストダイスにお問い合わせください。では最後までご視聴いただきましてありがとうございました。